神戸市交通局1100系電車は、神戸市交通局が、かつて所有していた神戸市電の路面電車車両である。神戸市電全廃後に、広島電鉄に譲渡された。譲渡後については、広島電鉄1100系電車を参照。750型に続く造備車として1954年に1101から1103号の3両が、神戸市交通局長田工場で製造された。 1954年製の3両は、乗客増に伴い、神戸市電の伝統であった前後扉が、ベースの車体から大阪市電の車両で採用されている、前中比の左右比対称の車体に変更され、また運転台横の扉に採用されていた折りも、この形式から引き戸に変更された。また全ての扉が、自動扉となった。駆動方式に関しては直接制御。 吊りかけ式と旧来のものが採用されたが、台車は住友金属製の新型台車 FS62 型を採用、車輪には男性車輪を神戸市電では初めて使用した。なお、この3両が極工場では最後の製造車となった。その後の増備に関しては1150型に移行したが、新機構すぎたことで失敗し方針転換。 1960年に1104万1105号の2両が川崎車両で製造された。これらの車両は足回りに関しては1954年の3両と同じものが採用されたが、車体仕様に関しては1150型に近い仕様になり、側面窓上段や前面中央窓、上高扉に H ゴムが採用された。また、神戸市電としては初めて、 Z パンタグラフが採用された。この2両が神戸市電最後の新造車になった。1968年には全車大阪車両工業にてワンマン改造された。1101、1105の2両はツーマンカー不足のために一時的に車掌が乗務してツーマン運転使用されていた時期もある。全車とも1971年3月の神戸市電全廃まで使用された。 廃止翌日から順次、広島電鉄に輸送され、整備終了したものから1100型として、順次使用開始した。広島電鉄で最後まで残った1103号が、2003年3月に、神戸市に里帰りし、市電和田車庫後に建設された三崎公園にて、保存されている。廃車後、全車広島電鉄に譲渡。ありがとうございます。